はい、どうも、こんにちは。カネです。さあ、前回の続きですね。前回言ったんだけど、最後にね、このまま撮り続けるみたいなことは言ってたんですけど、その通りやってるんですけど、とりあえず、あれだね、この和乳道でいいのかな？こいつの玉城を見てなかったんで、とりあえず見ましょうか。で、自分が、回転してやれるっていう、そういう技になってますね。強いのかな？どうなんだろうね。ただやっぱこれ自分がさ、ヨーカリのようになってやる技、ナマハゲもそうなんだけど、あれダメージ食らうんだよね、自分に対しても、普通に。攻撃されちゃうとね。あれ無敵時間じゃないから、どうなんだろうねって感じではありますね。で、やってはいくんですけど、前回やった通り、俺今めちゃくちゃ下手くそみたいな状況でやってるので、ちょっと何とも言えないんだよね、実際。ちょっと待って、間違えた。マジでアイテムがちょっとね、これ使ってやっていこうと思ってるんだけどね、間違えてね、こっちのアイテムとか使っちゃったりとかね、結構してるんだよね。前回の時からそうなんだけど。ちょっとね、まずいんだよね。何やこいつ。これあれか。前回からいた、なんか、あれか。気力減らしてくる野郎か。硬いんだよね、こいつね。なんか弾かれたな、今。何や今の弾き。硬い部分でもあったのか。よくわかんないけど。ダメージは食らわないんだけど、この2連続の攻撃とか普通に強いんだよね。火力が。やばくね？前こんなに殴られた記憶ないんだけどな。全然減ってないんだけど、ちょっと。やばくない？なんやそれ。あれ、名前さ、アップされた？俺。勝手な、マジで。おい！マジで。うわ、気力を全部持ってかれたわ、今ので。なるほど、そういう技なんだ。気力も全部持ってきよって技なんだな、あれ。あれ、後ろ投げれるとやっぱりあれだな。やっぱ、軽く出ますね。縄ハゲ、やっぱり。これであれか。ここにあるやつ取る感じかな。あと、これで、問題なく落とせる感じか。こんなところに見逃してたわ。全然コイルが発さないからわかんねえよ、お前。さあ、とりあえずここからかな、多分。新しいところ。ああ、降りちゃった。 そこに敵っぽいけど、敵じゃねえな、お前。さては、お前、ヤスケか？Get out of here. ヤスケだ、こいつ。早く逃げろ。Get out of here. ゲットアウトヒアーしか言われてねえわ。で、ここは常闇で、で、こっちがあると。こっちはなんか正気臭いな、なんとなくだけど。常闇がある場所ってなんかあんまり正気じゃなかったりすることが多いから、実際。来いよ。そこにもいんのか。ちょ、ふざけんだ、お前。なんでお前その連続攻撃で、お前。半分もダメージ食らわけなんねえんだよ。おっぶね！あっぶな！お前だったかよ。お前だったんかよ。てっきりさ、ガキだと思ってたんだけど、違ったわ。ここにもいたんだ。今作なんか全然声聞こえないんだよね。ぶっ壊しちゃった。ぶっ壊すと良くないんだけどね。塗り壁パイセンいますね。この抜
クリー壁さ。あそこにも。これじゃアリの入れる隙もねえ。この塗り壁さ、多分前の仁王のステージもここにあったんだよね。どうしようかな。なんかただ普通に剥がせそうだな。まあいっか。でとりあえずこっちか。あーお前か、お前があれか、ここ守ってんのか。あーやべ、攻撃しちゃった。おーやべ、ふざけんなよお前。もうまあいっかって言ってあれしちゃったの、完全にクラブだったじゃん。ちょっと待って、ちょっと待って、俺こいつとこんな狭いところやらなきゃいけないの。よし、とりあえずまあ倒したとして、さあ塗り壁敗戦、申し訳ない。あんたと戦うつもりは毛頭なかったんだ。ただなんか塗り壁は倒さないとなんだっけ、魂を落とせないんだっけ。あいついつも通りにさ、で解除するにはいいんだっけ、ゲットできるんだっけ。そう、この辺はわからないんだけど。よし、まあちゃんとね、遠くからやれば。いやー、やっぱりこれ剥がせたね、ちゃんとね。裏から回れてたっぽいし、ちゃんと。お前な、塗り壁。どっから撃たれてんのこれ。あー、あんなとこから撃ってきてんのか、あいつ。ちょっと待って、弓に変えて。あー、当たっちゃったか。まあ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 、ただこれ、まあこいつを倒せますよ的な感じなのかな。 あとなんか秘密の裏道っぽいとこから折れるっぽいな。とりあえずね、俺さっき女倒した場所の扉ショートカット実はまだ開けてないので、ちょっと戻りたいんだよね。おいおい、ここにもいいんじゃんお前。もう、ま、俺にさ見つけられる気ないでしょお前。うん全くもって聞こえんて。うん、さあとりあえずここを開けて、これでショートカット開通ですね。やっぱ闇のところはなんかおまけっぽいよな。まあでも行くけどね。あ、ここ開くじゃん。おー、こんばんは。こっち来てくれます？あ、でもこいつあれなんだ、ルシじゃねえんだ。いやー、ちょっとさ、それやばいって。あ、こんなにお前さ、ラリアットしてきたっけ。ラリアットっていうか、まあ、ラリアットじゃねえな。はいはいみたいな、すごいか。あれで、あとあれだな、あっち戻らないね。あっちにも、岡山に戻るのってあれか、ヒガンバラ咲いてるやつだけか。この HP だとやられちゃう可能性があるからな、回復するしかねえな。こっち来いよ。結局な、HP 絶対切れないからな、これな。あっちのがさ、間合いがさ、マジかよ。あっちのがさ、こいつのが間合い広いからさ、あれだな、きついね。えい、ちょっと今の判定あんのかよお前。とずるいって、そのスペルをさ。さあとりあえず行きましょうか。ただあいつ倒したらこいつこの特命入れねえからな。これこの広い場所でやるか。このペロずるない？ねえ、このペロずるいな。
り無理だよこれ。いや早い段階からあれだったな、ベロのやればよかったな。ベロってなんか違うやつにバレてんだよな。いや結局これ戦わざるを得ないのかよ。やもう嫌なんだけど、さっきのようにさ死ぬみたいなしか見えないからさ。いやもうやれますさすがに。よしうーん、やっぱこいつを油断ならんしな。てかどっから撃ってきてたんだ、撃ってきてるやつはどこだ。多分あいつがあれだね、ここの主っぽいな。あれだ、ここにいるわ。ああ間違えて銃使っちゃった銃使う気なかったんだけど。あいつだけかな。あいつだけっぽいね。なんか守り神のように守ってやがるな。あっぶね、鍵がちょっと向いてなかったから。いやそんなとこにおられたらお前後ろを殴れないじゃん。殴れないよ。もうでもなんかあれだよな、やばいよね、いろいろと。とりあえずこれでまあ大丈夫で、あとあのダメージか。あれ失敗すると本当にねやばいんだよ。炎の継続ダメージ死んじゃうっていう。まあちょっと完全に完璧掴めてねえんだよな。こんな感じでね。くっそー、あーなんとか倒した。あれ掘れないぜ。あーそれで日がまだ咲いてなかったな、こいつのあれから。そういや咲いてなかった。ちょっとどこにいんだ、こっちか。あーしかも足ありますね、ここ。こっちはね関係ないもんね。じゃあこっちにいんのか。あれそういうわけじゃねえなあ、ここに道ありますね。あ久々じゃないですか、一本だったらだっけ。久々だね。何そんな近くから撃とうとしてんだこれ。久々だな。本当ねあんまり慣れてないからね、あれなんだけどね。個人的にはもっと出してほしい感じではあるんだけど。あーなんかあれだな、ちょっと見えてないと思うけどヒロキが流れたな。多分この人の、ね、願いみたいの、願いっていうかなんか思いみたいのを全部聞いたからですかな。いやー、西田久々ですね。もう全然一向に出てこないからさ、完全にいなくなったものだと思ってますけど。いや、普通に強いんだよな、この人。個人的にあんま戦いたくないんだけど、あんま得意じゃないから。じゃあ、終わりにしましょう。いや！あ、なかったね。いやー危なかったね、結構やっぱこいつ強いな。さあ多分この扉開けちゃうと多分ボスなんだよね、おそらくだけど。まあなんでまだ、こっちの方を探索をし終わってないのでね、さすがにまだボスにはいけないですね。じゃあこっちの方の探索しますか。こいつがいるんだけど。ああお前か、ちょっと待って、
前にあのタゲが見たくてないかな。本当ね、硬いからあんまやりたくないんだよね。ただ硬いだけって感じ。壁はめでもしないと、とてもじゃないけど、あの面倒くさくて構いませんよ。なあなあなあ、あっちの方も行ってないんだよな。こっちの方もそうだけど、こっちの方はあれかな。あーでもあれだな、別に開けてはまだ終わりではないのかな。まあ普通にこっちの方にも道ありますしね。ちょっと待って、2人いんのかよ。全然見えなかったわ。危なかったマジ2人いるの見えなかったわ。あのなんか侍野郎だけだと思ったんだけど。お久しぶり。何それ、これでもないな。ん、どれだ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、どれだよ、何やあれ。まあ、全然知らない、なんかあれ出たな、今。何やったんだろうね。ちょっと待って、やっぱダメージ重えな。久々に戦ったね。最近はちゃんとあの真似できてたから、あれだったけど。よーし。ごめんなー。てか、お前何したかったんだよ、お前。そのさ、あの、ポーズ何、うん、知らないポーズすんのやめてくんないかな。あー、小田さんじゃん、これ。小田信忠かな。小田さんじゃん。で、やりまんか。あ？この人、武器2つ持ってる。大立ちに変えやがった。なんか動き遅くない、あんた。なんでそんな動き遅いの。なんかね、動き遅くね。あ、重量タイプだなってことかな。なんか重すぎると、あのこうやってあの動きにあれなんだよね。なんだろう、こうやって動き遅くなるんだよ、確か。なんかそういうことかな。動きめっちゃ遅いんだけど、この人。なんか当たんの、攻撃。なあなあ、あっさり攻撃当たんないよ。さすがにそれはヤバスですよ。なあ、違うって、違うって。斬新入れちゃうとちょっとついちゃうね。あ、ここ温泉があるんだ。へえ。そういえばそうだね、温泉このステージに1個もなかったね、まだ。あー、そういえばこれ、ここのさ、常闇をさ、無視してたね。この安家だっけがいるところを、ここ行って今日は終わりにしようか、今回は。か、またの、はあ、車輪野郎が言うっていうのは分かってるんだけど、またどこにいるかだな。あー、うまい。さあ、ちょっときついな。ちょっと割と敵があれしてるな。あまり回復がないからちょっときついんだけど。あー、やられちった、マジで。あー、ちょっとここ戻っていくのめんどくさいな。さあ、とりあえず戻ってきたんだけど、とりあえずあれか、あいつをなんとかやっておきたいですね。で、まあ、さっき俺が殺したあいつに備える感じでいいかな。あと、ここにもいんのか。ただ、ちょっとここやれねえな、さすがに。あれだよな。あ、ちょっとなんか色が違う、こいつ。これだね。
ストレートはさっきはね、あの邪魔な野郎がいたからちょっと戦いが割と困難だったんだけど、今回は大丈夫ですよ。見事壁跳ね目にも抵抗したしね。こうやればね、こいつは楽なんだけど、ちょっとお前抜け出そうとしてんじゃねえぞお前。あっぶね、あれ結構ダメージあるんだよね、あの拘束されちゃうと。で、ね、ここのステージもあの一本だだらがあれなの、こうなったらいるよね。あ、違うな、違ったわ。シャリンマが2体いるんだ、えぐ。シャリンマ2体とかえぐいことさせてくれるな、お前。もうちょっとさ、それやめてくんないっすか。いや、これちょっと違うやつだね。これあのただ赤色のエフェクトしか出してないね、炎。青色のエフェクトと赤色のエフェクトってなんか違うっぽいとこだよね、こいつら。あと分かれてるっぽいね。まあ、本当は今行くべきじゃなかったんだけど、ちょっと行っちゃったね。ちょっと今日なんか、この辺のたあれとかがなんか、しっかりなんか判断できてない気がするわ。本当にそれやめてくんない？ああ本当にそれ強いから。よし、ただまだこれ1体なんだよな、もう1体いるからね、あそこに。え、ああやっぱだったらいいんじゃん、あそこに。うん、一本だったらあそこにおるわ、やっぱり。こっからこれ一応狙いいう感じでしょ。あれこいつダウンしないのかよ。あー、こんな狭いところでこいつと戦わせるのちょっとやめてほしいな。ただこいつがあれだな、この横闇のあれだね、虫っぽいね、どうやら。いやー、この炎うぜえな、この炎厄介だな。本当は生ハゲで殴りに行きたかったんだけど、この炎で殴りに行けなかった。よーし、これで OK だね。ただ一本だったらあれなんだね、主じゃねえんだな、まあ、さっきのとこ主やったから、まあここでは主じゃないって感じか。やっぱこいつ強くない、普通に。うん、強い気がするわこの人。あんまり数固めてないっていうのもあるけどね、うん、実際。いやー、そんな技知らんぞ、わい、そんな技知りません。とりあえず気力が減っている時は容赦なく殴りつけると。これでやれるかな。いやー、まだやれねえか。よーし、よーし、これでこの子もようやく助けられるね。うーん、いやー、きつかったなー、今回も今回で。うん、はい、という感じで、まあ、今回ここはですね、まあ、次回は、このここの扉開けて、多分まだね、周辺なんか探索できそうだったんで、まあ、そこを探索して多分ボスになるかな。はい、ということで、今回はこれで終わります。さよなら。